こんにちは、元モノマネ芸人の岡本まねです。今日はグレールで私が選んだものをご紹介していきます。もうプチプラなんですけれど、どうせ着るなら長く着たいっていうことで、この時期難しいんですけれど、春まで使えるものをセレクトしました。しかも1700円ぐらいから3700円ぐらいのもの、コート2つ、セットアップ1つ、ワンピース1つ、トップス1つ、デニム1つ、もめっちゃ良かったです。はい、ということで、それでは動画スタート。はい、まず最初はこちらのワンピース。これね、今年っぽい牛柄みたいな感じなんですけれど、ダルメシアン柄のワンピースです。めっちゃ安かった、1790円かな、合ってるかな。私はちょっと長めの丈が良かったので M サイズを買いました。なのでちょっとゆったりめなのかな、首元とかすごいスッキリも見えるし、いいと思います。で、これはもう今の時期だったらコートとか羽織ればいいし、本当に長く着れる。で、秋になったらブラウンの革ジャン羽織れば秋っぽく着れるし、春はもうこれ1枚でもいいし、ちょっとスプリング系のコート羽織ってもいいし、今だったらこの後紹介するコート羽織ろうと思っているんですけど、意外に着れるな、長く着れるなと思ってお得だなと思いました。はい、コートはこちらです。これね、長めの丈になっています。これはグレールで田中みな実さんが着用したコートになっています。もうめっちゃ可愛い。生地がね、柔らかくてふわっとして気持ちいい。すごい軽いんですよね。これとね、合いますよね。秋先も着れるし、冬も着れるし、まあ長く着れるのかな。今こういう巻き下丈のコート流行ってるんですけれど、3700円ぐらいだったかな、合ってるかな。とにかく安い。なのにシルエットも綺麗なので、ほんとコート買いたいならグレールをおすすめします。続いてはこちらのセットアップです。ベージュ、こんな感じでここがふわっとなっている。これはちょっと膝上の丈なのかな。で、これね、中はですね、こんな感じのタンクトップのワンピースになっています。着ます。はい、着ました。これだけでも着れるし、セットアップすごいですね。しかもこれはじゃーん、色違いで持っています。ブルーを先に買っていました。で、春先にこういうホワイトに近いベージュ長く着れるかなと思ってこれを買いました。もうね、とにかくこれ買った時にすごい良かったんですよ。なんかブルーだとちょっと印象が強すぎるので、こういうベージュだとナチュラルに着れるので、春先に着たいなと思い、こっちも買いました。このトップスだけにデニム合わせてもいいし、着回しもできる。なのに1790円、これもめっちゃ安い。これも本当におすすめです。こちらです。これ可愛くないですか。中がレースのタンクトップみたいな感じになっているのかな。こんな感じのトップスになっています。こういう素材になっています。すごい人気商品で再販になったので買いました。春までいけるじゃないですか。しかも冬もいけるし、着回しできるなと思いました。ここがキュッと見えて、スタイルもね、よく見えますよね。後ろはこんな感じになっています。すごい上品に着れるし、女性らしさもあるし、このね、レースも可愛いし、デザインもいいし、本当におすすめ。はい、続いてがこちらのデニムです。これは昔で言うブーツカット。今31の人なら私と同じ感覚分かってくれるかも。これね、ブーツカットになっているんですよ。こんな感じです。フレアデニムみたいな感じに言うんですね。私ずっとブーツカットって呼んでいたんですけれど、小学校の時にね、流行っていたので。このフレアデニムもすごい安いし、でサイズが私 S 買ったんですけれど、 SS でもいけたかなと思います。意外にゆとりがある。買う時に実際に測って照らし合わせるのがおすすめです。こちらのチェックの長めの
コートです。チェック柄がすごい好きで、こういうシンプルな時にブラックのチェックとか合わせると可愛いなと思い買いました。こんな感じであったかい素材になっています。3月ぐらいまでは着れるかな。長い丈がほんと可愛いんですよね。今ポッケも深めなのが嬉しい。手袋が入る。私は可愛い系の洋服が好きなので、こういうチェックとかもグレールってまさに多いので、こういうデザインがなのにね、こういうシンプルなのもあるし、もう本当におすすめです。こんな感じでグレールの購入品をご紹介しました。今回紹介したものをすべて品番とかを YouTube の概要欄に載せています。そちらも合わせてご覧ください。そして LINE ブログもやっています。1日3回配信しています。作ったご飯などそういうことを載せています。そして Instagram もやっています。ハッシュタグマリおすすめコスメで検索すると過去の美容の投稿がすべてご覧いただけます。今回紹介したこのグレールのコーディネートも Instagram に載せています。ぜひフォローよろしくお願いします。そして原案したアニメが YouTube 上で公開されました。 YouTube アニメ牛ガエルはもう帰るです。ぜひそちらもご覧いただければ嬉しいです。子供には挨拶の大切さを、大人には愛は捧げるだけのものっていう意味を伝えている作品です。そしてよかったらチャンネル登録、よかったらグッドボタンよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いできたら嬉しいです。バイバーイ。